本校では主に日本の軍医について衝述する。日本の軍隊における本格的な軍医制度は、明治の日本軍県軍と共に始まった。明治30年4月8日、石黒忠則が陸軍軍医総監に任命された、際の事例書。発令者は、首相、松方正義まず帝国陸軍において1871年3月。 松本淳が兵部省病院御用係となり、ついで同年8月に、軍医頭に任せられた。1873年5月には、陸軍省省総統官たる、陸軍,軍医総官から、陸軍省医総統官たる陸軍,軍医補までの、階級が規定された。後に、陸軍軍医の最高官は、陸軍軍中将、最終職は、陸軍省医務局長となる。 帝国海軍においては、1872年5月に、戸塚文会が海軍省後藤出資となり、翌年8月には、海軍中佐総統官の海軍大医官に就任した。陸海軍ともに、明治初期は、軍医学校で医師を養成して、軍医を補充していたが、後には、大学医学部や医学専門学校の卒業生を、公募採用する方法に変わった。 第二次世界大戦終戦後、陸海軍の解体とともに、陸軍病院、海軍病院は、国立病院へと移管される。また、戦後の医師不足から軍医に対する公職追放は、現職幹部などに限定されて、多くが国立病院の医師として止まった。帝国陸軍においては、不評、砲兵、騎兵、工兵、市長兵、航空兵、 憲兵といった職種を陛下と、軍医、獣医、経理、軍学、技術、法務といった、広報職種は、各部とし、医療関連の各部は、衛生部と称したは、新緑色。また衛生部はさらに軍医、薬剤、歯科医、衛生に細かく分類される。現役軍医は、医学部1年生の中から、陸軍軍医託生を試験で採用し、卒業後は、 各不評連隊で軍医見習い士官として、退府勤務を行う。委託生は、毎年夏休みに軍人としての最低限の基礎訓練を受けるために、不評連隊に1ヶ月ほど入営し、主として、不評としての教練を学んだ。ちなみに1年生と2年生は、不評連隊で訓練を受け、3年生以上は、騎兵連隊か方兵連隊で乗馬教育を受けた。 これは、軍医将校が、乗馬本文社であることから考慮されたものである。入営中の委託生は、陸軍士官学校や陸軍航空士官学校などの、士官候補生に準じるものとして取り扱われた。軍服は、士官候補生と、同じく菓子官兵用の官給服に、また、士官候補生や、見習い士官と同じ金星の襟吹き章を右襟に、左襟には、 タ付勤務を行っている、アラビア数字の連帯番号を付する。さらに金星の隣には、医学の神である、大国種命の神話にちなむ5本のカバの方をデザインし、昭和5年正式までの立恵竜和着には、衛生部定色、新緑色の恵理称を、昭和13年正式の織恵竜和着には、右胸の M 字型の強章を配用した。その後大学、 遺線を卒業と同時に、陸軍総長の階級で、将校待遇である、軍医見習い士官となり、不評連隊において3ヶ月の、不評見習い士官教育を受ける。その後実施学校たる、陸軍軍医学校のおつし学生となり、同校入校と同時に、大卒者は、陸軍軍医中医、遺線卒者は、陸軍軍医少医に任官し晴れて、軍医将校となる。 オツシュ学生の教育期間は1年であり、さらに上級の教育課程として、公主学生課程があった。これは、オツシュ学生卒業者から、師団軍医部長の推薦を経て、選抜試験を行い採用する。期間は、オツシュと同じく1年であった。また、精神科や高校外科、基礎医学など、専門的な科目を専攻する者は2年間の部外研修も認められていた。 予備役軍医の場合は、もともと一年志願兵制度により、予備役軍医に任官したが、1932年から、幹部候補生制度に改められている。これは、医師免許を有する者が、現役兵として入営した場合、一期の師団長、検閲後、衛生部軍医予備役士官を志願するというものである。試験と選考により合格者は、公主と乙主とに分けられ、階級は、 陸軍衛生上等兵になる。現体内で実務の教練を受けながら、3ヶ月後に、孔見期は、陸軍衛生軍曹になり、陸軍軍医学校に入校、半年間の教育を受けて、陸軍衛生総長となり、軍医見習い士官となる。おつみ期は、陸軍病院などで訓練を受け、3ヶ月後に、陸軍衛生号長となり、部隊に配属された。 日中戦争の影響で1937年から医師の不足が深刻化し、軍予備員制度が発足した。あらかじめ軍予備員を志願した45歳以下の医師は教育招集を受けても、いきなり陸軍衛生上等兵の階級が与えられる。そして、一般の内務班とは別に、軍予備員のみで、不評連帯で1ヶ月教育され、その後、 陸軍衛生伍長に任官し3ヶ月間、陸軍病院で教育を受け、召集解除の時に、予備陸軍衛生軍曹になる。そして再び召集された時には、直ちに軍医見習い士官に任官された。このように陸軍の予備役軍医の制度には2種類があった。同じ予備役軍医になるにしても、幹部候補生では3ヶ月間初年兵として、 他の一般兵と共によくも悪くも平等な軍隊生活を余儀なくされる。その点軍予備員を志願しておけば、はるかに楽をして軍医になれるので、10年以上の医師はほとんど全てが軍医予備員を志願した。しかし、中には志願しない医師もおり、軍当局はそのような医師を懲罰の意味で召集し、衛生兵のまま戦地に送ったので、志願しない医師はまず存在しなくなった。 この制度では、たとえ大学医学部教授であっても、軍医見習い士官の待遇で、いきなり軍医将校にはなれなかった。著名な軍医海軍の場合は、現役軍医は、陸軍と、同じく学生時代に、海軍軍医開拓生として採用し、卒業と同時に、大卒者は、海軍軍医中医に、遺戦卒者は、海軍軍医少医に任官する。そして、海軍法術学校で、 基礎教育の後、海軍軍医学校に入校した。海軍の委託生は、月々10円程度の手当が支給されたが、軍事訓練などの義務はなく、適宜軍艦見学などの誘いがあったのみである。予備役軍は、海軍軍医見習い医官の公募試験を受験する。合格すると、軍医見習い医官となり、法術学校などで教育を受けた後、海軍軍医学校を経て、 海軍軍医に任官した。その場合は、大卒者と異線卒者との区別はなく、どちらも、予備海軍軍医少医となる。それ以外にも、陸海軍ともに2年間だけ、現役の大軍を受け、その後、予備役に編入される短期現役軍医制度が、存在した。陸軍と異なり海軍では、軍令将行令により、部隊指揮権は、陛下将校が承継することとされ、 関会の上下を問わず軍は部隊指揮権を有しないこととされていた。これはあくまで部隊指揮権の象形上の問題であって、関東の上下は厳然としてあった。著名な軍医師会の場合は、鹿軍医ではなく、陸軍では、司会将校、海軍では、司会科士官と称するのが正しい。鹿軍医とは俗称である。鹿軍医では、軍医にして、 歯科を標榜するものという意味になるので不正確である。歯科医昇降制度の発足は長年にわたり歯科界の悲願であった。日清戦争の時に歯科界は歯科医昇降制度発足を訴えかけたが軍当局の反応はなかった。日本の陸海軍における科医の採用は日露戦争をきっかけとして部内限り高等艦待遇という 食卓司会士制度から始まった。1905年、第三軍の軍医部長であった、落合泰蔵軍医官の提言により、各軍司令部に、司会が1名ずつ採用された。海軍においては、司会を専門としていた、原田僕なり軍医将官の提言で5名の司会医師が、部内限り大総統待遇で採用され、艦隊勤務をしながら、将兵の司会診療に従事した。 日露戦後、陸海軍病院で、嘱託司会士の採用が始まり、練習艦隊において、嘱託司会士が上官するのが通例になったが、司会昇降制度発足にはなかなか至らなかった。日中戦争が始まり、多くの若い司会士が、予備役将校として、あるいは、歌手官兵として出生するに至り、司会は何度も司会昇降制度発足の請願書を。 帝国議会に提出し、その都度、賛成多数で可決され、軍当局の検討課題とされたが、なかなか実現の兆しはなかった。ようやく陸軍の司会昇工制度が発足したのは、1940年3月30日、直令第213号による。この日、昭和12年直令第12号の陸軍、武漢官投票が改正され、陸軍司会昇降以下、 陸軍司会省今での階級が衛生部に新たに加えられた。現役の司会将校の採用は、軍医と同じである。予備役の司会将校の補充は、公主幹部候補生からの採用に限られ、軍医予備員制度はしかにはなかった。二年現役制度は存在した。さらに、すでに陛下の予備役将校にして、司会主免許を有する者は、定員が空き次第、司会将校に、 転換する道もあった。現役司会小校の1期生は、昭和16年2月、司会戦の3年生から5名の委託生を採用した。同日、2年生と1年生からも5名ずつが採用になり、それぞれ2期生と3期生になった。現役司会小校の内訳は1期、5名、2期5名、3期5名、4期8名、5期7名以上、現役の司会小校は、 総員30名と非常に少ない。終戦時の階級は、司会、大尉10名、司会、中尉8名、司会、小尉11名、別に司会見習い士官として7名がいた。一方、予備役陸軍司会将校の総数は、終戦時の階級で分類すると、予備役陸軍司会、大尉18名、予備役陸軍司会、中尉143名、予備役陸軍司会、 少位150名となる。以上をまとめると、現役特使とは、予備役将校が志願と選考の後、永久服役の現役将校として認められるもので、大変な狭きもんでもあった。海軍の司会将校制度は、昭和17年1月に、3名が、現役士官の、第一期生として、司会少位候補生に任官し、終戦までに永久服役と、 短期現役を合わせて9期生まで、司会見習い医官として採用された。司会少尉候補生の名前が使われたのは1期生のみで、それ以後は、司会見習い医官に変更された。そのうち、司会少尉に任官したのは5期生までであり、6期生以下は、海軍鴨モ衛生学校に在学中に終戦を迎えている。他にも、海軍独特のものとして、海軍職託司会士から、 海軍予備司会歌士官に採用するルートがあった。予備役の司会歌士官は、海軍職託司会士から採用され、350名ほどが、大一将位に任官している。近代化を図った江戸幕府末期の幕府軍一部部隊には、軍医制度に議事するものが取り入れられている1940年9月13日、及び15日の改正により、これら閉革分は撤廃、廃止され、 第二次大戦廃止による解体に至るまでまとめて、陛下と称した。ありがとうございます。